こんにちは、ベンジです。ゼロ姿勢の声の続きをやっていきます。今回でおそらく最終回になるでしょう。終わりの時、果ての淵という章です。あー、サンズの顔は当たってる。こんな長かったっけ。なんか来る人によって違うね。あ、このフィルムかよ。お、ご神髄。なんかミクで来た時とケイで来た時とレイで来た時が全部なんか違う気がする。いや、ミクで来た時はこんだけ長かったかな。もっと短かった気がする。ケイさんの時は全然短かったよね。この川すらなかったもん。人によってなんだよきっと。やっぱり見た目違うね。入れって？入んの？うわ。レイカさん。ああ、起きちゃったよ。あれ、母さんだな。でももう一度会えたね。違うか、その後に会いたいって言ってんのか。さあ、どういう場所だ。ここか。歌ってるね。あ、なんか落ちてる。これ全部歌うかな、第3節まで。坂見萩、ああ、橋壊れてないね。ミクの時だけ壊れてたんだよね。あ、壊れてる。え、壊れてない。え、鳥居が逆。敵、いや、歩けるとこまで行く。ほら、取っちゃおうか。ああ、ダメだ。とりあえず走るか。あいつ一番めんどくせえやつなんだよ。一匹じゃないか。いやー、最終決戦前にやめてくれ。いった。あれ？やっべ。あー、どうし。え、ループしてる？してないか。あ、ここが。うわ、ちょっと。ここはミク渡ったとこか。なんか長くなってんのか、階段が。よし。よし。え？当たってない。ほんとやだ、ここで戦うの。やっぱ2匹いる。いやー、うっとうしいな。あははじゃないよ。やべえ、後ろからも来てる。ちょ、3体うっとうしすぎ。おら、よし、一体は倒したぞ。
残量がそんなにねえな。お浸水使っとこう。来てる来てる来てる。よーし、危ねえ。とりあえず下まで行こうぜ。長えよ階段が。よっしゃ、逃げろ逃げろ。下まで着いた。それ拾う前に殺す。2体同時。よし、どうだ。やった。今フェイタルやった。あと3体、4体か全部で。来た、こっち。よし、ちょっとちょっとちょっと、やってください。一匹死んだかな今。よし、いやー当たってないな。ちょっ、まあ、いい加減にせえ。おお、あと2体は確実にいるな。あー、ちょっと、よし、ベスポジ。あー当たったかな。当たった。あ、今フェイタってたのに。邪魔だ。来てる。やっべ。あ、でも当たってない。いやー、フェイントかい。え、3体いるよ。どれが来る。いい、ここで取ろう。よし、フェイタル。1体倒した。よし、弾いた。こいつが来る。よし、取ったの。取れてない。よし、弾いた。こいつ、あれ、こいつ、やべ、取れてない。パリー。こいつ追っとこ。お、パリー。やばい、これは避けた方がいい。パリー。上手くなってきた。こっちの来い。いや、違うのが来て。すげえ連続パリーできてるよ。やべ、あー、マヨガン使った。こいつ、いや、取っとこ。素通りパターンがあんだよな。これもすごい。ええー、お、そんな攻撃してたのか、お前。あー、外した。パリー。うわー、お前。こうなるんだよ。あと2体なのに。あれ、失敗もの、はあ、
っしゃ久々よし1体倒したあと1体な1体になったらもう楽勝よすかしてから今消えてるどっちから来るこっちなよし刻んでこうよし落とすな絶対に逃がしてはダメあまねアマネはその4人の中にいないんだよね。ミクに助けを求めていた三つ編みの少女。兄の帰りを待っていた彼女は、兄を助けに、社の奥に向かったんだろう。そして。これを。本か。あの人の夢を見た。狭間の中、無限のヒイラギの中、奈落へと降ろされる私の前に、あの人が来てくれた。当主様は気づかない。私の夢だから。あの人が手を伸ばす。私も手を伸ばす。その指が触れようとしたとき、少しだけヒイラギが和らいだ。私は私でいられた。でも触れられなかった。多くの人のヒイラギを刻まれた私でも、まだ私のあの人の夢を見て眠れるのかもしれない。苦悶の眠りの中で。アイテムじゃなかったか。あ、セーブします。セーブ完了。さあ、最終決戦に向かいますか。なんだろう。14式か。ああ、ご神水。いいね。助かります。あ、ここか、短い橋。ミクが渡ってたの、ここだわ。サンズの川。ん？あの石の扉。まだない。見たくない。お、取れたのか今。あ、カメラ強化できるか見とこう。範囲か。これかこれを上げたいよね。できれば感度を上げたい。でっけえ扉だよな。え、ここなんだっけ？ここがそうか。さあ。その奥、嫌なんだよな。死体だらけだからな。あの、ヒイラギを刻まれる巫女さん、歴代の巫女さんがいっぱい眠っているところ。いやー、閉められるぞ、入ると。K の時みたいに。あ、胸が引っかかる。大丈夫でした。K さんがここでなんか何かに気づいてたんだよな。レイカ。あ。レイカ。会いに来てたの。
と、うわ。あの沈めはどうしてお主のような男を至極に導いたのか。至極に入ってはならない。眠りにつく肉を残してはならない。うわ、それでそこまでの怨念を持ってしまったのか。戦いたくないね。なんかかわいそうだよ、レイカさん。うわ、怖っ。マジで言ってんのか。ここでか。お、飛べんの。あ、見失った。あー、ちょ。ブラッシュとか消えた。あっ、ちょ、よし、パリー。え、どうだった。ちょっとレコさん、うわ、一撃。今神石使っちゃったよ。なんか神石使ったよね。使ってる。代々あれだよ、ね、ラスボスはワンパンマンだよな。めちゃくちゃ速いんだよ。うわ、来た。見つけろ。いた。その百裂張り手は食らっちゃいけねえ。めちゃくちゃ速いんだよ、レイカさん。今走っててこの速さだ。どうしよう、まだ一撃も与えられてない。飛んでる時はフェイタルチャンスあるから。いやー、嫌で。これちょっとどうすかな。なんとか百裂張れてん時に振り向いてやってみる。どこに来た。いや、これさあ、参ったな。はい、来ました。あれ、どこ行った。お、後ろ。うわあの、モノクロの時が一撃か。それ以外は、瀕死まで攻撃される。違う攻撃してる。ここはもう逃げるしかねえと思う。探せ。ここだ。いた。逃げろ。すげえ処理落ちするよ。よし、
あれ最初 HP 減ってたかな。結構かしてるんでしょ。どこだ。おいと。おおお。よし。可愛い声出すじゃん。あそこだ狙い目は。そこまで粘ろう。うわっ、いた。百裂張りて。よし、取った。よし。ああ、ダメか。よし。刻むよ。よし、つえめちゃくちゃ当てた。5000とかいったぞ今。あー、いた。あー、まっすぐ走れ、まっすぐ走れ。よし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 。やべ、壁。危ない危ない危ない。さあ、レイカさん、レイカさん、あー、お、ダメ、いった。よし。あー、弱いヘルメにしといてよかった。あ、いた。ダメだ、食らった。マヨが使ってくる。戦えてるぞ、結構。なんか飛ばしてきて、もう減速はしねえのか。ほら、ダメか。うわ、飛んでる。折り返した。よし、切り替えて。よし、よし、いけいけ。ああ。惜しいね。走れ走れ。今多分飛んでるな。来い。ああ、どうだ。ダメか。うわ。いやー、当たっちゃった。つっかえてたんだよ今。まずいぞ、追い込まれた。回復アイテムもうない。諦めなさいって。よっしゃ。あー、もったいない。よし、いった。いやー、もったいない。おいや、よし、そろそろ死んでくれませんか。いや、走ろう一回。うわ、歩き。よし、
いや刻みたかった。よし、いい向き、いい向き。よし、いった。お腹すいたって言った言ってないな。はあ、なんかあれだな、3作目にしてやっとまともに戦ったような気がする。いや前作もまともには戦ってたか。ああ、2人かわいそうに。優しいなレイさん。もう見たくないって言ってたから、閉じればもう見ないで済むか。目を閉じていいから。うん、で、ユーには合うんだろうか。うわー、こんな感じになってんのか。それはもう海では。行きなさい、あ、行きなさい、行きなさい、ロールを見渡り、かの騎士に行きなさいよ、渡って、はあ、行きなさいよ、渡って。流し終わった。これで歌は終わりだね。死者だ。この騎士、開いて。この中にいるのか、ユウが。灯籠を流す。いた。うわ、行くなって。ユウ、行かないで。今度は、今度は私も一緒に行くから。顔まで来てる。どんな時も一緒にいてくれた。あなたからたくさんのものをもらった。あなたが一緒だったから。私は生きて生まれた。僕はもういただけ。
柊木を受け継いだの。君が死んでしまうと僕は本当に消えてしまう。君が生きる限り僕のかけらも生き続ける。だから生きてほしい。これでもう夢に入ることもないだろう。雨も止んでる。外では遊ぶ子供たちの声が聞こえるね。遮蔽器がある。入れ墨も消えた。ミクどうなった？K はダメだろうな。はい、終わりましたね。ユウはできた男だったね。最後に君が死んでしまうと僕も本当に消えてしまうみたいなことを言ってたのは、多分その死んだ人っていうのはその生きてる人の記憶の中で生き続けるみたいなことをよく言うと思うんですけど、多分そういうことだと思います。本当に死んだ人がいなくなってしまうのはみんなの記憶から消えた時だって言われますよね。なので、レイは生きて僕のことをずっと覚えておいてよっていうメッセージだったんだと思います。で、その入れ墨を引き継いだことによってもうレイはその夢にとらわれなくなったと、そういうことですね。イケメンだよ。ユウはイケメンだった。 K はちょっとねK はあんまり好きじゃないわ俺あとね、ミクのお兄さんの真冬兄さん、あれも私好きじゃないんですよ。あのね、どういう人かっていうと、まあ1を最後まで見てもらえばわかると思うんですけど、真冬兄さんはねちょっとダメなんだよなK はね、私の K の一番嫌いなとこはレイさんに慣れ慣れしかったことです。あと勝手に家に泊まるし、いや もしかしたらそこはちょっとなんかいろいろやりとりあったかもしれない、今日は遅いんで泊まっててくださいとかあったかもしれないけど、でもねちょっとね K はダメ許さん。真冬も許せない。ユウだけはいい人だったね。三人は、まあ、仲良しというか、もともと編集者で三人一緒に働いてたみたいな感じでしたよね。しかしそのワンツーでまあ繋がりなかったわけじゃないんですけど、そんなに繋がってなかったんですよ。コンセプトは繋がってるけど、話的には繋がってないみたいな感じだったんですけど、3でそれが見事に1、2、3を繋げてきたのは、ちょっとびっくりしましたね。1、2で違う話だったから、もう3も全然違うだろうなと思ってたら、こんなに1と2と繋がりがあって、順番にやってきた甲斐がありましたね。まあ、逆に言うと、3から始めてしまうと、ワンツー知ってないとあんまり分かんないような話があったと思いますけど、うん、まあ3までやって完結かな。で、
ゼロシリーズって3で終わりではなくて、まだまだ続きがあるんですよ。これの次が Wii かな。Wii の、ちょっと名前忘れましたけど、それも持ってます。持ってるんで、そのうちやろうとは思っています。それと、なんだっけな、その次が 3DS だと思うんですよね。3DS の、なんだっけな、心霊カメラみたいなやつ。心霊カメラっていう、ちょっと名前違うかもしれないですけど、そういう名前なんですけど、実はゼロの続編という。続編というか、まあ、スピンオフ、外伝みたいな話なのかな。で、正当なその続きが、今度 Wii U で出た、濡れガラスの巫女ってやつですね。それが今最新です。で、その3つ全部持ってますんで、全部買ってますんで、Wii U なんて本体ごと買いましたから。まだいつやるかわかんないけども、本体と濡れガラスの巫女は持ってますんで。まあ、次やるとしたら Wii のやつですね。で、代々こうハードが変わってそこで出して、なんか途中から任天堂ハードになってますけどね。この0の1,2,3、ここまではプレステ2で出てて、その次が Wii、3DS、Wii U ってハードが出るたびに出してるんで、おそらくスイッチでも出すんでしょう。スイッチは持ってますんで、ゼロのスイッチのやつが出たら絶対買ってやろうと思います。しかもスイッチなんてね、リモコンだからすごい親和性はいいと思うんですよね、ゼロと。はい、来ました。あれ、ミクとレイさんだね。じゃあミクは残った、うん、ずっとそう思ってました。うん、でも私たちここに残されたんですね。だから私はここにいる、痛みとともうん、いいと思う。そうだよ、死んで悲しいからって私も死ぬなんてのはおかしいよね。ああ、ランク E だって。相当ダメだったってことだな。あ、最高撮影得点5286点は最後のラスボスでやったやつですね。はい、次。エクストラモードが追加されました。レイリストが拡張されました。ミッションモードが追加されました。ギャラリーモードが追加されました。コスチューム選択が追加されました。難易度ハードが追加されました。コスチュームね。なるほどね。エンディング1が閲覧可能となりました。今のがエンディング1なんだね。結構、ゼロシリーズってマルチエンディングで、ハードモードじゃないとエンディング2に行けなかったりとか、そういうのがあるんですよ。購入ね。コスチューム変えるってことかな。はい、セーブします。はい。エクストラって、どこにあるの？オプション？オプションじゃねえよな。ゲームを始めたらかな？ないよね。まあ、コスチュームはちょっと気になるところではありますが、まあ、これで終わりましょうか。最後にちょっとおまけでコスチューム変えたやつ出すかもしれないですけど。はい、ということで、次、ゼロシリーズやるときは Wii のやつをやりますんで。で、あと3つは必ずやります。で、スイッチのも出たら必ずやります。出るかわかんないですけどね。はい、ということで、これでゼロ、姿勢の声の実況を終わります。ご視聴ありがとうございました。はい、おまけです。ロードして始めたら、こういう感じでありましたね。コスチューム。これ、何も選べないです。レイ、ミク、
ケイ、ルリ。ルリって、猫、猫の名前ルリっていうのかな？コスチュームとアクセサリーもあるじゃん。なんもないですね。で、これを、このエクストラの、こっから買うんですね。撮影ポイントで買うんだ。浴衣黒。浴衣赤。スーツ。あ、いいね、スーツ。絶対似合うわ、レイさんにスーツ。エプロンドレス。すげえ。ミクは？浴衣、青、ピンク。あ！ゼロコスチューム。これあれか、ワンの時の服になるってことか。エプロンドレス。好きだね。浴衣、コン、枯葉。あ、計二つしかない。で、髪飾り。メガネ！あ、メガネ！メガネ欲しい。私何を隠そう？メガネ好きなんでね。髪留め、メガネ。あ、メガネ。鉢巻き。狐耳。あ、猫耳とかね。今日がそがれるね。メガネ白。あ、やっぱルリーは猫だね。リボンと鈴がつけられる。あ、あと設定資料、プロモーション画像、映像。強化レンズ、熱、レン、風。あ、祭り。これもう、すごいこと、お祭り状態になるってことかな。これ買うとあれかな？次解放されるのかな？解放されないわ。あ、条件を満たすか。なるほどね。はい、ということでした。はい、こんな感じですね。浴衣。浴衣黒と髪飾り。すごいしっかりしてるな、コスチュームが。いいですね。これはちょっと全部集めたくなっちゃうね。裸エプロンがちょっと気になるよね。裸とは書いてなかったか。はい。こんな感じです。まあ全部撮ることはしないと思いますけど。はい。では、これで終わります。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。